ラサ、トンチンカン、ドッグアミューズメントナイン。富山はターンオーバーが今シーズンも多いので、まあ、そこ気をつけないと、そこを疲れて早い展開、簡単なシュートって持ってかれてしまうので気をつけて。マイルズ・ヘッドエンドワン、田岡ヘッドコーチも話していました。今日はその修正しっかりできているようです。ヘソンからエーゼール決まった。ヘソン選手今ね、自分1対1、そうですね、なかなかこう宇都宮のね1対1のディフェンスも強いので、まあ今みたいな、ヘソン運んで、これは宇都宮ボール、あー奪い返したヘソン、アウトナンバー3対1、小野龍馬のゴールしてきました。マーキージュニアトロイという5人です。ヘソンのスリーポイント、これも得意な位置決まった。第1クォーターにも同じような位置から決めましたヘソン。ミスは避けたい富山。はい、宇都宮のこのプレッシャーですよね、まあ、このプレッシャーがミスを誘発してしまうという小野のスリーポイント。さあ前からディフェンスに行く富山、遠藤、あ、いいですよ、遠藤、ヘソンスティール成功、高橋から小野龍も、ちょっと距離があるが小野のスリー決まった。1対1、高橋、エジェルかわして決まった。ねじ込んできました、エジェル。上田です。マーフィージュニア、ヒカルがついています。マーフィージュニア、まあ、強いですね。今ヘルプに、ね、来てたんですけど、そのウトへボールが渡りました。上田俊介スリーポイント、上田のお返しスリー決まりました。まあ、そこに、ね、しっかりボールが来るっていうのもね、さすが宇都宮ですよね。小野龍馬の2、ゴール下イルーです。ハリセンの音が鳴り響きます。富山総合体育館、なんとか得点を重ねていきたい富山。ヘソンのログ2、富山はああいうシーンを少なくしたいところです。宇都直樹、エドゥーに預けて、エドゥーのフローターです。今シーズン加入しました東洋樹、練習生から、あ、いい練習しましたね。シナが決まった。富山クラウジーズゲームハイライト、 ASA グループの提供でお送りしました。